ヤクルト5の8巨人、9日、静岡ヤクルト山田哲人内野手が、史上66人目、71度目のサイクル安打を達成した。第1打席で左前安打、第2打席は4球、第3打席で18号2ラン、第4打席で左に、塁打、第5打席で巨人谷岡から右翼へ適時3塁打を放ち、快挙を打ち立てた。ヤクルト球団では2003年7月1日の横浜戦で稲葉、肘前文を読む。